皆さんこんにちは、ゆずきゆかりときずなあかりです。あかりさん、世の中には不思議なものがたくさんあるわよね。トイレの花子さんとか動く人体模型とか結構怖いね。まあそれも不思議なことに入るのかも。私の場合、質量を持たない光がブラックホールという重力の大きな天体に引き寄せられる理由が未だにわからないの。それと人間の外見はチンパンジーと豚の中間みたいで、なんでそうなっているのか不思議だわ。確かに皮下脂肪の量とか黒目と白目のバランスは豚に似てる。こんな感じで世界には多くの不思議があるけれど、今私が一番不思議に思っているのはコンビニエンスストア。なんで？だってほら、コンビニって24時間営業が基本だけど、それって利益出るのかしら。それとコンビニの跡地にすぐ別のコンビニが建ったり、同じ系列のコンビニが近くにできたりするじゃない。なるほど。コンビニの跡地は需要がなかったという証拠になっているのに、そこに出店するのはちょっと変かも。あとコーヒーもパンもクオリティの割に安いから、廃棄まで考えるとやっていけるのか不思議ね。機械的でどこか謎めいた空間、コンビニ。今日紹介する本は、そんな施設でのみ生きることのできる女の話。コンビニ人間、ね。あら、もしかして読んだの？あ、いや、そうじゃなくて、こういう〇〇人間ってタイトルは、気味の悪いイメージがあって。なるほどね。だけどまあ、コンビニ人間には、そこまで直接的な黒さはないわ。強いて言うなら、擦れた思考を持つ主人公の古倉と、歪んだ価値観を持つ白羽の会話には失望を感じるし、古倉の妹が古倉にカウンセリングを勧めるシーンは読んでいて辛かったわ。さすが芥川賞って感じね。そんなコンビニ人間を読んで、私は本物と偽物の違いを考えざるを得なかったわ。本物と偽物？ええ、私は人の行動には必ず意思や目的があると思うの。例えば、必要以上に大きな騒音を出しているバイク乗りがいるじゃない。おそらく彼らにはバイクに乗っていることを強く実感する目的や目立ちたいという意思があるはずよ。あかりはあまり好きじゃないかな、そういう人。気持ちはわかるわ。私もトンネルを歩いているとき、爆音のバイクが通って心臓に切りつぶされたかと思ったことあるから。ほんとマジでと思ったわ。冗談でも事故れとか言っちゃダメだよ、ゆかりさん。その通りね。では少し視点を変えて、騒音をまき散らすバイク乗りは同じく騒音をまき散らすバイク乗りをどう思っているか考えてみましょう。正直互いに迷惑と思ってるんじゃない？するのとされるのは違うだろうし、同族嫌悪って言葉もあるから。私が言う偽物とはまさに彼らのことよ。偽物が掟を守らないけど、他人には守らせようとする。偽物にとってルールとは、自分が幸せになるための理論に過ぎないのよ。自分勝手ってこと？そうね、だから人はどんどん彼らから離れていく。そんな尻滅裂な人と一緒にいると疲れちゃうでしょ。もしかしたら排除までするかも。きっと、偽物は生きづらいんだね。私は本物も生きづらいと思うわ。むしろ本物の方がって感じかも。本物は考え自体は一貫しているけど、その考えが変なのよ。常識が通じないってこと？平たく言えばそうね。だからどこを注意すればいいかわからないし、どう忠告すれば治るのかもわからない。そもそも間違っているのは自分の方かも、と疑心暗鬼にもなるわ。もし目の前に天使がいて、その天使が小学校に通うとき、ランドセルと帽子を使わせるかしら？私なら使わせない。羽と輪っかが邪魔になると思うから。でも、天使本人が使いたいと思うなら話は別。本人の好きにさせるわ。急に天使の話を始めたから困惑したけど、言い分は間違ってないと思う。今の社会の風潮的に。問題は、天使の羽と輪っかが一般人には見えないことだけどね。コンビニの雑音は天界に響くファンファーレ。
コンビニ店主はそこでしか生きられない。もしこの作品を読みたくなったら概要欄をチェックしてみて、購入先のリンクを貼っておきます。所要時間は2から3時間、高校生以上におすすめです。ご視聴ありがとうございました。ございました。